kitchen, taco meal. Go to Bosque. Thank you.
全面撤去せよ。そして諸悪の根源にある日米安保条約はもうやめて、その代わりに日米友好条約を無効じゃないかということを訴えて頑張りたいと思います。 We're gonna go take a look。新しい政党がうじゃうじゃとできてますね。数えてみたら15もあるそうです。今日の東京新聞では有権者置き去りの離合13、国民そっちのけの選挙目当ての動きだという批判をしておりました。皆さん、そういう状況の中で日本共産党に対して筋を通す党だという新しい注目が集まってきております。Get to talking about China. 共産党が筋を通すのは、いや、意外に昨日今日のことじゃないんです。90年の歴史と関係があるということを私は伝えたいと思います。共産党は党を組んで今年で90年になりますが、戦前、戦争絶対の暗黙政治と侵略戦争が国民を苦しめていたそのただ中で、命がけで危険在民と反戦平和の旗を掲げていれば、唯一の政党が日本共産党であります。戦後戦争参加で今も読み継がれている小林先生をはじめ、A lot of places to change money.